空振り三振、三球勝負でいきました。しっかりと最初のバッターの先、宮西がジャンプでグラブに収めています。中田勝利、殿下の宝刀、スライダーで空振りの三振です。城下も悔しがり方を見ると、まあ、今度はふわりと上がって、セカンド杉谷が下がって掴んでいます。これまたちょっと風物詩と言いましょうかね。そうですね。で1番に戻って強打でしたが、これもふわり上がってショート、いや素晴らしいですよ。最後は空振りの最新に大城を切りました。さあ宮西33歳のバースデーを見事なワンツースリーで飾っています。追い込んでいます。これもセカンドチャージして石井達太に交わっています。空振り三振、宮西しっかりと今回は0点に抑えて長尾に返ります。中継ぎの辛さ、苦しさは知ってますけれども、ね、その一般的には、センターが来ました。レフトへの当たりはバックして中点が入りました。今度は使っています。追い込んでいます。サードへの打球、レアの一塁送球、スリーアウト。宮西直輝が空振り三振、先頭岡島を三振に来ています。ワンアウト。見逃しの三振、宮西ガッツポーズで中尾さん、ストレートの力がありますよね。そういうことですね。本当にそのストレートに対してはね、今年は自信を持っています。レアードファウルグラウンドで掴んで、宮西ファーストへの打球、ベースカバーに入った。ピッチャー、しかし中島がカバーしています。フォローしていました。中島がさばいてツーアウト。見逃し三振、宮西です。よく掴んだ、一塁送球、ワンアウト。さあ打ち取った当たり、ファウルグラウンド、中田翔つかんでスリーアウト。空振り三振、抜群のボールですね。最後はスライダーです。の左のあのスライダーに森も、センターへの打球、大きな打球、しかし西川落下点が入って、これでスリーアウトになりました。8回の表。